はい、というわけで皆さんこんにちは。こんにちは。どういうこと？あそもさん挨拶挨拶。あそもさん挨拶お願いします。いや挨拶じゃない。あのカンコレなんでお願いします。ちょっとふざけないでください。初めにお願いします。はい。こんにちは。おかしいじゃん。はい、あのブランド名ドゥーキリ服ぬギャール。ドゥーキリ服ぬギャール。ドッキリ服ぬげる。そういうことか。はい。相馬さんの服だけ抜けるドッキリでした。何してんの本当に。マジで。マジで何してんの。いやなんかクリエイターのステージやらせていただけるってお聞きしてたので、なんかカンコレで裸になった人いないなと思って。いやそういないでしょ。いやでもおしゃれです。ファッションショーなんだ。一番おしゃれです。これ待って、ミッキーを知ってたの？あー知ってました。観客のショー、観客のみんなも知ってましたか？知ってました。はい、あのお着替えタイム中に一応説明はしてた。あそうなんだ。はい、じゃあめっちゃカッコつけたわ、恥ずかしい。1巡目でございます。相馬さん、うわめっちゃ、でもカンコレで脱いだ人いないと思うんで。いやそれはいないよ。はい、うん、間違いなくファッション誌に名を刻む瞬間になったのではないかなと思います。そうっすね、伝説っすね。いやこんな伝説いらないって。じゃあ相馬さん最後に一言ぜひ、ぜひ、はい、こんな僕たちです。ありがとうございました。やばいってマジアホや、アホでしょ。